皆様こんにちは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は7月12日火曜日、時間は午前の11時27分ですね。転居してから、先ほどまでね、ネットに繋がらない問題なんですけども、午前中にね、プロバイダーにご連絡させていただいて、電話対応でね、オペレーターの方とあれこれいろいろ、ご案内いただきまして、先ほどね見事に、ネットに接続完全完了しまして、やっとね、私の動画にも、あってもなくてもいいんでしょうけども、BGM がねまたつけれるようになったということで、大変喜んでおります。ということで、今日のね1枚をご紹介させていただきます。今日の1枚はこちらになりますね。はい、こちらですね、言わずと知れたイギリスのニューウェーブバンドですね、ジャパンの、ブリキの太鼓、プラス4曲ですね、入ってる、先月ね6月の22日に、リリースされたリマスターのね、彼らの、最高傑作と呼ばれる、アルバムでございます。放題が、ブリキの太鼓ということで、オリジナルはね、ここにございます通りティンドラムというものですね。大変、アジアンテイストな、風変わりなというか味のある、ジャケットなんですけどね、この中にね1曲、入っております。これもね世界的に非常に、ジャパンといえばこれという曲なんですけども、ゴーストっていう曲がね、とても聴けば聴くほどね、うまみが出てくる、スルメ曲でかつ、最高の一曲でございますので、この一曲もねぜひ、ご推奨させていただきたいと思います。ということで、今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。